あ、いたいたいた。めっちゃガラガタガタガタしちゃって。今から私はちょっとばかし、お腹が空いたのでちょっとばかしお弁当を食べます。じゃーん、楽しくありがとうございました。ちょっと皆さんもお腹が空きすぎてですね、お弁当なんか空いた、ビール我慢するね。いただきます。うん、おいしい。オールフリーですって。マサリン、タワーありがとう。ごめんね、食べながら。ありがとう。今日お話し会来てくださった皆さんありがとうございました。着替えてないです、まだ。撮れなかった方のために今日全身写真撮ってないので、お洋服見せたくて。今日は頑張ったね、お疲れ様って。ありがとう、来てくれて。やっと話せて嬉しかったって。ありがとう。でもこの服は着たことあるんですよ、実は。ワンピース。だからお風呂入った後にショールームやろうかなって思ったんだけど、これです、ワンピースです。うん、入る前にやりました。明日30秒だけ行きます、待ってます。初めましてで、めちゃくちゃ緊張しててやばかったです。ありがとう、来てくれて。もう覚えました。1かわいいよ、乗せたことないっけこの服。やばい、炭酸シュワシュワ飲みたい。炭酸シュワシュワ飲んでいい？ビールじゃないよ、炭酸シュワシュワしたい。いい？炭酸シュワシュワするね。ビールじゃないからね、言っとくけど。炭酸シュワシュワだから。いただきます。おいしい。本当に中身ビールじゃない、見て、ほら、ビールじゃないでしょ。ビールじゃありません。レモンスカッシュです。炭酸がシュワシュワした。炭酸シュワシュワ。
やばい、てか10時半じゃん、もうこんな時間に食べたら太っちゃうね。やば、米は食べないでしょ今日も。いつものスタッフさんがあ、篠崎お弁当がいっぱい待ってるよって、ケーキもあるよ、ね、持って帰りなって、言われたので、お言葉に甘えて、お弁当持って帰ってきて、ケーキは、今日3種類あったんですよ。フルーツタルトと、いちごタルトと、ティラミスがあって、で、いちごタルトを今日食べたので、ティラミスは、名前、あ、じゃあ、フルーツタルトは名前を変えて冷蔵庫に入れてきて、ティラミスは持って帰ってきました早く食べなきゃ。全種類もらいました。本当にお話し会の最後の部って、まあ、残ってないことも多いんですよね。どっちもどっちか、残ってないことも多いけど、こうやって余りを全部もらえることもある。そう、どっちもどっちか、売り切れてることも多いもんな。お風呂のお湯も入れてこなきゃ。今日はシャンプーが切れたので、シャンプー買ってから帰ってきました。ボタニスト、ボタニスト、なんか他のを使ってみようと思って、なんかそのシャンプー並んでる前ん、シャンプー並んでるとこにで調べたんですよ、シャンプーおすすめみたいな。けど結局どれにしたらいいか分かんなくて、ボタニストにしちゃった。ボタニストに黒いやつかな、黒白ピンクがあって、黒使ってます。ボタニストはね、成分なんか植物性のやつだから結構好きかも。お弁当シャケ弁だよ、シャケ弁。うん、ね、すごい、ほんね、歯折れてないけど、骨ばっか、
こんなに骨ってぐらい骨。え、待って、後ろのシマシマパジャマ脱げず、これブランケット パジャマじゃないもん。骨すごい。これなんだろう、何コロッケだろう。普通にコロッケ。初めて話したものです。どうした？野球見てた人。記憶力いいよね、それで釣られたな。ザスタンまた来てね、ソフトバンク勝つといいね。負けてるって悲しんでた話し会長に。誕生日でバースデーソング歌ってくれてありがとう、おめでとう誕生日。ちょっとお米も食べちゃう。記憶力いいと思います。多分今日初めて来てくださった方のこと記憶したもう。今日は緊張してありがとう、来てくれて。最近1になっちゃうんだよねってありがとう。マジでめちゃめちゃに緊張した。一番だったもんね。その記憶力が踊りにも生かせる。本当に私の頭って記憶しないでください。もう覚えた。あのね、本当に歌とダンスは本当に覚えられないけど、勉強と台本だけは覚えられる。だから文字はそれだ。文字は覚えられるの。あと顔も、ファンの人の顔も覚えられるのけど、ダンスと歌が本当に、待って、歌はでも文字、なんかリズムに乗ろうと思うと歌が覚えられない。あれ、歌も文字か。なんかやっぱ音楽のセンスがないじゃないですか。体に染み付けばダンス、なんかあのダンスは、いや、振り覚えが遅い。本当にそう思う。勉強とか苦手だけどダンスはすぐ覚えられる。逆だね。歌詞になると覚えられない。ふわりなんてもう本当覚えられないね。
んかこれ美味しい。なんかこれかまぼこみたいなやつ、なんかさ、ワークショップとかでもさ、台本渡されて、じゃあ30分間時間あげますみたいな、でセリフ覚えて、でどんな風に演じるか構成も練って、どういう設定かも全部決めて、それは全部30分間にやるんだけど、やってくださいって言われて、覚えられなかったことがないです。自慢しちゃった、ごめんなさい、自慢しちゃいました。あとこの間なんか撮影、あるとある撮影があって、その現場入ってから台本を見たんですね。で普通にセリフがあって、で撮影しますってなって、私はちゃんと覚えれたんですよ。でそのなんかペアの子みたいないるじゃないですか、はやばい覚えられないってなって、先に私のアップのシーンを撮りましょうってなって、そう出してきたと思って、向いてる、台本覚えの向いてるってなりました。得意だって。コミちゃんじゃない、全然コミちゃんじゃないけど、台本覚えてるの見てる？得意？得意？ちなみに、はい、シワシワはもうなくなりました。ごちそうさまです。美味しいお弁当が。炭酸シュワシュワ追加してこようかな。ね、あとさ、DM インスタの DM 送ったけど届いてるみたいな。ね、届いてない人もいるんだけど、多分これなんだ。なんでだ。今日届いてるって送ってみたけど届いたから、それは届いた。あと私送ってるよみたいな、俺送ってるよみたいな人いますか。なんかね、届いてない人もいるんだよね多分。私も届いてますか。まあ、多分届いてないと思う。結構送ってくれてる？いつ送った？今送ってみて、みんな。私の届いたの最後いつですか？今送れないか？送れない？届いてるか届いてないか今言うね。見てみます。あ、届いてる、3人。ねえ、来てないよ、その2人。なんて言ったらいいの？ねえねえ、やっぱ来てない人と来る人がいるのよ。
インスタは DM 入ってからの許可がないと送れなくなった。あのね、届いてないとかあるの？届いてる。これ届いてますか？わら、届いてる。いやー、届いてる。で、こんばんは、あやなんてやつも届いてるでしょ？なう、届いてる。届いてない。クマのアイコン来てないの。届いてないの。だから最近、ここ最近送ってくれてるのも全部届いてない。多分だいぶ前から。あの、届いてないのよ。マジか。え、届いてるよ。え、送ってたのに。そう、だからなんかウィーバースで DM 送っといたみたいなコメントも見てたけど、え、届いてないぞって思ってた。あ、でも届いてる人もいる、いっぱい。え、待って、てかこれを機にこれを機に普段送ってない人も送ってる。送ってる、届いてる、ほぼ。なんでだ。10月6日に送ってる。いや、届いてると思う、多分それも。いや、ほぼ届いてるんですよ。うん、届いてる。ハロー、やな、初めて送るね。これは届くはず。こんばんは、届いてる？届いてる。絵文字も届いてる。こんばんは、誕生日毎度お世話になっております。とりあえず試験送信、届いてる。なんで？届いてないのよ、何人か。え、なん、大好きだよ。届いたかな、届いてる。普段送ってないけど送ってみる。届いてる。届いたかな、届いてる。そう、届いてない人も何人かいるので、どうしたらいいのか分かんないんですけど、ビジネスになるのか。1回しか送れないって理解してる？え、1日1回ってこと？いや、私は承認とか何もいじってないので。あ、遅れた？遅れてるよ。ショールーム見て送ってみました。遅れてる。初めて送ってみました。届いてるかな。届いてます。あやな、ショールーム見てます。普段送ってないけど送ってみました。これ届いてるかな。届いてる。なんかいっぱい DM 来て嬉しい。届いてる。この人たちは一回きりだって。うん、続けたら送れない。一通しか送れないんだ。普通のアカウントは一回送った後承認されないと今後もう送れない。今後もう送れないの？送れないのは通常か。だからビジネスアカウントにしたら送れるってこと？だからもし毎日、中には毎日 DM 送ってくださってる方もいたから、なんか届いてないのに毎日送ってくださってたらすごい申し訳ないなって思って、それを言いたかった。ウィーバースは見てます。いう感じです。ビジネスアカウントに、うーんって感じですね。危な、危なくない、終わってた。ワンピースについちゃった。最悪。最悪、漬物の汁ワンピースについた。なえた、なえたから、炭酸シュワシュワ持ってこよう。なえた。
やっぱご飯の時は着替えるべきだ。白いとこしかも泣いた、てかお弁当なんか意外と食べちゃってる、やばい。あのさ、冷蔵庫に納豆入ってたんだけどさ、入ってるんだけどさ、賞味期限が6月とかなの。食べていいと思う？なんか隅っこにあって気づかなくて、ずっとで、さっきここに納豆あったって思って見たのね。6月だった。無理か。待って、今10月 ?4 ヶ月無理か。はい、やめます。いや、なんかいけるかなって一瞬思った。今10月14日だよ、シンプルにね。いや、なんか発酵食品だからいけるかなみたいな。すでに発酵してるじゃん。ダメ？ダメか。了解。食べちゃうし飲んじゃうね。納豆のプロが1ヶ月以上やばい言ってました。納豆のプロって誰？誰？納豆のプロ。まだ子供見える、かわいい。やばい、眠くなってきちゃった。お腹いっぱいになって眠くなってきちゃった。お風呂入んなきゃ。明日早くなくなったの。二人よ、だって嬉しそう。二人よって言われた。いや、久々に見たと思って。あ、すごいいっぱい。あやなショールーム見てる、届いてる届いてる。あやな DM 届いた、届いてる。 NOW 届いてる。2回目の試験送信届いてる。 DM 届いてるかい？届いてる。超久しぶりにショールームでインスタのこと言っていたの送ってみた。超久しぶりじゃん。届いてる。届いてる。 DM 送れなくなっちゃったけど、え、届いてるよ。届いてるよ。届いてなさそうだな。届いてない人もいる。俺も届いてない。ビジネスアカウントになら、赤作ってビジネスアカウントにしないと無理なんだって。なるほどね。
はい。喉が鳴っちゃったなんではないです。うん、よしくん久しぶり、ありがとう。やば、私この調子で言ったらめっちゃショールームしたい人になっちゃうかも今日やばい、フォロー入んなきゃ。やばいやばい、ちょっとやばいて。明日本当はね、本当に5時集合だったの。嬉しい、なくなったの嬉しい。明後日がね5時集合とかになった。よかった、明日じゃなくて嬉しい。明日は全然早くない、練習はしなきゃだけど。お風呂ね、ね、太るよ、マジでうるさいよ本当に2回目はちょっと本当にうるさいじゃあ1回目はいいんだけど2回目は本当にうるさいいい、一回は無理よ。いや、もはや3回目起きたいみたいな確かに仏の顔は3回まである。3回までは許すってこと？どういう意味？仏の顔は3回までって優しくするのは3回までなの？3回まで優しくするの？めっちゃ寛大。3回まで許す、へえ。1回目は2回目切れる、3回目はどうなるの？無言。無言ポチ。無言は怖いな。無言怖いですか？無言ポチが一番よくやるかも。仏の顔を三度まで反省なく同じ過ちを繰り返すと、仏のように寛容なものも怒るないし見放すであろうということから、過ちは繰り返さないに反省すべきであるとの戒め。無言でどうぞ。お前がな？やめなよ。
ようか。犬がびっくりしてる。ごめんね。やっぱお酒だったんじゃないかも。炭酸シャワーだね。私はノンアルでも酔っ払うんで、これほんと お酒飲んでません。ノンアルのシュワシュワです。炭酸のシュワシュワです。ノンアルのレモンの炭酸のシワシワです。缶はもう捨てちゃいました。めちゃくちゃ遅いのに缶だけ捨てるの早すぎる。はあ、止まらないよ鮭を食べる手が。でもなんか情緒やばいね。久々にみんなの顔を見れて嬉しかったの。明日来てくれる人も待ってるね。明日もまた、じゃあ明日はもう分かった、明日はもう YouTube にしたらいいんじゃない。あ、ダメだわ、朝早いんだった。次の日ダメだわ、忘れてた。じゃあ今日 YouTube すればよかった。YouTube 配信だったらお酒飲めるじゃないですか、正々堂々と。確かに今から YouTube 配信する？ありじゃないそれ。でもこれでやったことないからできるかわかんないんだけど。ちょっと待って。できるかな。さよなら。違うよ、あのいきなり告知なしでやって大丈夫なの。ここにいる人が、あ、じゃあそう3回目です、すいません。あのここにいる人が来てくれたらいいかなって。違う、お酒を飲みたいわけじゃないの、みんなと飲みたいの。そう、みんなと話したいの。飲みたい夜もあるじゃん、みんなと。確かに
YouTube ライブ初回ではないけど、確かにやめた方がいいか、勝手にやんの。やめようか、やめよう、そういうのは。ごめんね、やめるわ。なんかいや、なんかやめた方がいいんじゃないみたいな。確かに。じゃあショールームでいいか。ショールーム20、あとちょっと23時半ぐらいにしよっか。0時までさ、やってもいいんだけどさ、お風呂入ってないのかな。お風呂、なんならお風呂入ってもう一回ショールームやりたいまである。今から、今お風呂入って23時半からもう一回やりたいまであるよ、ドライヤーから。やっぱお風呂ってほんとめんどくさくないですか。ほんとに入るまでめんどくさすぎる。なんかこの配信終わった後にさ、ふーってなってお風呂入りに行くのめっちゃめんどくさいんだよね。お風呂入ろうか先に。溜めてくるかお風呂。ちょっと洗ってくる。よいしょ、ただいま。女子は風呂好きが多いイメージがあります。お好きなんですよお風呂。入浴剤入れるし毎回好きなんだけど、その入るまでがめんどくさいんですよね。だから帰ってきて本当はすぐお風呂が一番いいよね。お疲れ様でした。あー、さて早くなければ武道館終わったら YouTube で配信、生配信やろうかな。冷静に考えて武道館終わるまではね。そうだね、寝よう。ごちそうさまでした。武道館終わったら、ちなみに今日は白の入浴剤にしました。今インスタ DM 送った見ますね。白い匂い。明日の話から初めて参加します、ありがとう。疲れ様です。遅れてるかな。遅れてる。武道館が終わるまで禁酒って考えはない。ああ、
確かに全然しますじゃ全然しますとか言っていや禁酒か、え、うん、確かに。でもなんかその夜中夜練習しないとだから、多分近くなったら普通に飲めないじゃないかな。え、あと1週間でしょ、だって。全然、あ、あ、なに、てか今からお風呂溜めて入ったら次の配信するの絶対23時半じゃないよねこれ無理だね。45分に行けるかな、45分ぐらいかなそうだよね、そんなお風呂早くないわ。痛い。みんな思ってた？45分目安にしますね、じゃあ。いや、私そんなお風呂長くないんですよ、ちなみに。30分あれば入れる。確かに、まあ、15分しなくてもいいからね。そうね。シャワーだけにはね、あんましないよね。30分までやってきるのとお風呂上がりにやるのと違う。確かに。あと5分、あと15分やってからお風呂入ったのが正解かも。確かに間違いない。でももうお風呂溜めたので、また寝る前にやります。45分か50分とかになっちゃうかもしれないけど、ドライヤー応援する会。今年のクリスマスカフェ何か気になるのありますか？なんかさ、今日ちょうどお兄ちゃんのお嫁さんとその話になって、クリスマスコフレなんかエトボスの方が、エトボスのイエベの色が可愛くてみたいな、なんか
あやなんてなんか買ったりすんのみたいな、私まだ何も見てないなみたいなって、そうエトボスのイエベの色がさ欲しかったんだけど完売したんだよねみたいな言ってて、早っ完売すんのってなりました。なんだお嫁さんから聞いた情報でえってなりましたね。私全然見てなかったクリスマスコフレ。義理のお姉さんにあやなんなんて呼ばれてるかな、あやなんかも。ねえねかな、あやなんか、ねえねかあやなん、みっこがいるときはねえねだけど、確かにあやなんかも。二人で話すときはあやなんかもしれない。あやちゃんは親ですね。てかあやかな、みんな家族はみんなあやで、義理のお姉さんあやなん、一番勇気のお嫁さんはあやなちゃんかなそうあやなんって呼ばれてる気がするな、分かんないけど。いくつ違うの、え何歳違うんだろう。お兄ちゃんより年上だから4つか5つとか。お兄ちゃんと3個離れてるんですけど、お兄ちゃんの2個上とかだった、1個上かな2個上かな、だから5個上確か、あれ1個上分かんない、4個か5個上、いや4個上か、なんで40じゃ直樹のお嫁さんだから32歳とかじゃないですか。そうあやなんですね多分。しかもお兄ちゃんのお嫁さんさ2人ともめちゃくちゃ肌が綺麗で本当にツヤ感がすごいのよ2人とも。だから本当に肌綺麗だねってタメ語なんですけど、2人とも本当肌綺麗だねって、何したらそんな綺麗になるのみたいな話を今日しててそう綺麗なのよ2人とも。あやなんもだから肌綺麗なご家族、直樹めっちゃ汚いよマジマジ直樹いうねかわいそうなの、痛そうなぐらいいや直樹そういう時だけ出てくる直樹に。そうなのよ、普段見てる妹が肌綺麗だから兄貴たち目が超えるんじゃない。なるほどね、めっちゃ綺麗お嫁さん肌。直樹には皮膚科を紹介しました、ここ行きなって言って。一旦順位を見ますね。じゃあお風呂入ってきます。13位スズッペアラビモチさん、12位ヒピちゃん、11位ユキちゃん、10位ちゃんたちゃん、9位マサト一口目のあさん、8位山崎まさひろさん、誕生日にあやなんちゃんと話せて嬉しかった、おめでとう、お祝いできて嬉しかったです。7位ひろき一口目のあさん、6位 SAT 佐藤岡田さん、5位やっちゃ一口目のあさん、4位おやりんやとチームのあさん、3位あっちゃんゆいなん大好きさん、2位よしくん、よしくんタワーありがとう、1位がまさりん、自分を一番に大切にするんだよ、あやなを幸せにするのあれだ、声出さんで言う、ごめんなさい声出さんで言うって先に書いてもらわないとさ出しちゃうよそれはさ引っ掛けじゃない、それさ先に言ってもらわないとさペラペラ喋っちゃうのよこっちは
まさにありがとうタワー。そして55位、え、すごい、またモナちゃん枠はゆちゃんだよ。この間もモナちゃん枠じゃん。はゆちゃんありがとう。先に言ってもらわないとね、声出さないで読んでとかは先にね頼んだよ。じゃあちょっとお風呂入ってきます。バイバーイ。ありがとうございました。行ってきます。